トラルの古き詩人は歌う。大地が海に沈もうとも、決してぼっさぬ山がある。下に偉大なる高き峰、我らはそれを時の山、オルコパチャと呼ぶのだと。事実、峻厳たる巨峰を揺るがしうるものがあるとすれば、幻獣バリガルマンダくらいのもの。その生ける天才さえ連王が封じた今、時代の王とならんとする者たちは何をなすのか。それにしてもここがオルコパチャか。私も実際に来るのは初めてだぜ。空気が澄んでてとっても気持ちいいわ。見渡す限り山ばかりね。ああ、中でもあの山は霊峰ソームアルを思わせるほどの異様だね。ウォーコーゾーもヨカトラルの最高峰だと言われてる。ま、近づきがたい理由は他にもあるんだけどな。聞かせてもらっても？ああ、あの山は。おや、あなたはウクラマト王女じゃないですかい。こんなところで何を。申し遅れました。私はトライオラで織物職人をしてるボロノックというもんでさ。よろしくな、ボロノック。私はペルペル族の集落に向かうところなんだ。そいつは奇遇ですね。私もついさっき訪問してきたところなんですよ。いつもアルパカウールを売りに来るペルペル族にアルパカの牧場を見学させてくれないかと頼み込みましてね。牧場主とメスカルを飲み明かしながら上質なウールの作り方を教えてもらいましたよ。メスカルって？アガベと呼ばれる花を蒸留して作るオルコパチャ特産の酒のことだ。まあ酔っ払って気分が良くなったせいでアルパカウールを例年の3倍買うって契約しちまったんですが、その分負けてくれたからよしとしておきます。おっと、つい立ち話が長くなっちまった。それじゃ足はこれで。あ、そうそう、これだけは言っておきたかったんです。あっしは平和を大事にって王女の考えに賛同していましてね。継承の儀応援しておりますよ。今の話を聞く限りではペルペル族は商売人としてやり手のようだね。ああ、ペルペル族は晩花街を仕切ってるだけじゃなく、トラル大陸中をアルパカに乗って練り歩く行商人の一族だ。話好きで口が回るからついつい乗せられて買い物をしてしまう者が後を絶たない。へん、この私はそう簡単にはいかないぜ。ペルペル族の集落ワチュンペロは街道の分かれ道を下った先だぞ。間違えてはぐれるなよ。バカにすんな。
念王の選者が誰なのか見抜くこと自体が試練の一環だったというわけです。簡単すぎたでしょうけどね、王となる者には。おマナ、兄さん。この牧場に族長の頭部になる者がいると聞いてきた。誰が頭部か当ててごらんよ。これは試練なんだからさ。お前がトーブリだな。問いかけるまでもなく当ててみせるとは。いやいや、お見事です。お二人を試すような真似失礼しました。早速始めましょう、試練の説明を。念王からは伺っております。どんな試練を出すも私の自由と。いろいろ考えましたが、これにしますよ。捕まえてきてください、アルパカを。私は少しばかり苦手だけどさ、アルパカって人懐っこい動物なんだろ。だったら難しい試練じゃなさそうだな。それでは連れてきてください、あの子。このアルパカは特別な個体でしてね。少し近づいてみてくれますか、ウクラマタ王女。私がか。まあ何もしなきゃ何もしてこねえよな。エレンビルもそう言ってたし。臆病なのに好奇心旺盛という相反する性質を持っています。そして怖がっている時に無理に近づこうとすると唾を吐きかけてくるのです。威嚇のために。とっても臭いですよ、アルパカの唾は。混じっていますからね、未消化の食べ物が。唾は外敵を追い払うための彼らの武器なのです。特にその子みたいな谷に生息する野生種は臆病で攻撃的なんだ。その分強いけどね、足腰も。頑強な体の野生種と温厚な心の家畜種、その2つを掛け合わせることで生み出してるんです。行商人が求める重い荷を運べて扱いやすいアルパカを。なるほど、よくわかったぜ。今の説明で別に唾を浴びせる必要はなかった気がするが。野生のアルパカの捕獲、それが試練か。お察しの通りです。しかしアルパカの捕獲は見た目ほど簡単ではありません。万全の準備をするといいでしょう、お仲間とともにね。
そうそう、一つ言っておきますが、野生種が生息する谷に立ち入っていいのは継承候補者だけ。アルパカが見てくれるわけですよ。時代の王として史跡を得るのにふさわしい顔ね。ツバハキアルパカを捕まえる？王を選ぶ試練がそんなのでいいのか？連王から好きに決めていいと言われてるのでね。それに継承の儀を最後まで進めばわかるかもしれないですよ、この試練の隠された目的が。行くぞ、すぐに終わらせる。ちょっと言ったでしょ、野生のアルパカは簡単に捕まらないと。するべきです、しかるべき準備を。所詮は獣、力でねじ伏せるのみだ。これまでなんとなく苦手だったアルパカだけどさ、今日ではっきりと嫌いになったぞ。アルパカがなんだ、翼さえかけられなければあんな動物。ウクラマトの壮絶な悲鳴が聞こえてきたが、この私が悲鳴なんかあげるかよ。ただちょっと驚いて声が出ただけだ。それを悲鳴って言うんだろう。連王の戦車は見つかったの？実はな、
Thank you.
王女様。ありがとよ。正直言って私はまだアルパカが苦手だ。できることなら近づきたくはねえ。だけど王位を目指す奴がそれじゃダメなんだ。アルパカだって私らと同じこの国に生きる命。今度こそちゃんと正面から向き合ってくる。それじゃ行ってくるぜ。さて、牧場に戻るか、それとも…ここで待ちたい、私。そうね、ウクラマトさんも頑張ってるんだもの。せめて少しでも近くで待っていてあげましょう。どれくらい時間がかかるかもわからない。天幕を張るから手を貸してくれ。さすが腕利きのグリーナー、準備がいいわね。グリーナーって？世界中を飛び回って依頼された品を集めてくる職業のことさ。エレンビルは動物の収集を専門としているんだったね。君ってサカトラルのシャトナ族だよね。どうして海向こうで働いてるの？俺だって昔はトラル大陸を出ていくことなんて考えてなかったさ。だが何年も前、師匠からあるものを探してみせろって課題を出されてな。その時こう言われたんだ。それは狭い世界に閉じこもってるだけじゃ見つからない。海の外にだってどんどん出ていくといい。例えばシャーレアンにはグリーナーという職がある。世界中を巡り様々な文化、風習、自然に触れるんだ。そうした学びの過程で大切なものを得られた時、きっとそれは見つかるだろう。当時の俺はその言葉を鵜呑みにしてグリーナーになったってわけだ。お師匠さんの一言で見知らぬ土地で働くなんて、その人をとっても尊敬してるんだね、エレンビルは。そうは言ってもグリーナーの仕事自体が楽しくなって課題の方は棚上げしてたんだけどな。どういう巡り合わせか、ついに向き合う時が来たらしい。まさか探せと言われたあるものって黄金鏡のこと？ああ、継承の儀に乗っかる形にはなるが、俺もそこへたどり着きたい。そう、そうなのね。みんなそれぞれの目的があって黄金鏡を目指している。これは何としても見つけ出さないとね。そうだな。いくらなんでも遅すぎるよ。もしかして何かあったんじゃないかな、王女様に。トーブリに頼んで捜索隊を出してもらおう。待て、何か聞こえないか？
待たせたな。だいぶ体力を消耗しているようだね。無理もない。よく頑張ったわね。ひとまず天幕で休め。牧場は逃げやしないんだからな。ああ、わかった。みんな、信じて待っててくれてありがとな。
Hey, thanks for making it this far into the video. So I wanted to include something for you real ones out there that actually stick around to the end of the video. At the very bottom of my description, you're going to find my refer a friend code. It's a first come, first serve basis, but I'll include this in every one of these videos moving forward. So if you want to come hang out on Zalara, go ahead and use that code and hop on. Feel free to message me on Twitter if you do play. I'd love to get a little community going on here if possible. Anyway, that's enough out of me. If you enjoyed today's video, please leave a like, comment down below what your favorite job is in FF14, and subscribe to the channel for more Dawn Trail content coming soon.